本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて今回は私が仕事で最も愛用しているアイテム、システム手帳ロロマクラシックについて、中身一体どんなリフィルを使ってどんな使い方をしているのか、そんな内容になっています。見ての通り私のシステム手帳は一般的なシステム手帳に比べると非常に厚みがあります。というのもですね、中に様々なリフィルとかあとはノートを挟んだりしているので、どうしてもこれぐらい厚くなってしまうんですよね。では中身のリフィルの前に少しこのロロマクラシックについて紹介したいと思います。こちらですね、ダヴィンチグランデロロマクラシックというところで、磨くと宝石のようにツヤが出る手帳というキャッチコピーがあるそうです。私が愛用しているのはロロマクラシックで最も大きい A5 サイズのリングが 30mm、 最近ではですねバイブルサイズであったりとか A5 サイズというのも人気。クラシカルな雰囲気の中に少し色気がある、私は最高のシステム手帳だと感じています。それでは中身詳しく見ていきましょう。まず表紙を開けると1ページ目にはですねノートを2冊挟んでいます。過去動画で投稿した時とは若干仕様を変えてるんですけれども、1冊はこのツバメノートの方眼タイプを使っています。過去ライフノートを使ってたんですが、持ち運びのしやすさがいいのでこちらを使ってます。中身は過去の動画でも使ったような YouTube のノート術の企画であったりとか、あとは YouTube 以外での例えばネタとかアイディア、そういったものをただただ書いたりするような、万能なノートとして愛用しています。システム手帳ロロマクラシックの中にもブランクページ入れてるんですが、やはりメリット、強みで言うと薄いのでさっと取り出して書くことができるという、そこがですねやっぱり今回このノートを選んだ理由です。そしてもう一冊がこちら、大郷さんが出されている一緒にというマンスリーダイアリーになっています。英語サイズで、もう何よりもね私はこの表紙のデザインに惹かれて買いました。マットな黒、そしてこの薄さ、システム手帳の中に挟むノートのサイズ感としてはもうバッチリのノートですよね。でですね、基本的にこれだけ薄くてシンプルなので、この中にウィークリーとかデイリーまでを書き込むほどの容量はないです。私自身もデイリーとかウィークリーはシステム手帳内で管理しているので、本当にパッと開けて一体その日に何があるのか、必要なことがあったら隙間にメモることができるので、とことん無駄を省いたシンプルなマンスリーのノートです。なので私はデザインとか考える企画用で、こういったツバメノート1冊、月間のタスクとかスケジュール管理ではこの大号の一緒にを使っています。なので、ロロマクラシック開けるとまずこの2冊を挟んでいる状態になっています。ではノートを取ると1ページ目に現れるのが自分憲法2022、会社の経営理念に近いものがちょっとあるかと思います。自分がどういった考え方でどういった思いでこの1年間を過ごしていくのか、頑張っていくのかという言葉を綴っています。さすがに毎朝昭和するほどでもないんですが、必ず1ページ目で目につくので、やっぱりこう調子に乗っている時とかあるんですよ、人間なので。そういう時に律するじゃないですけれども、こういった気持ちで今年は頑張るって決めたんだとい う初心に帰らせてくれる非常に素晴らしい言葉だなと思っています。皆さんも自分憲法ほど深く大きく書かなくてもいいので、何か一つ目標ですよね、言葉を決めてみてもいいかなと思います。では自分憲法の次のページに行ってみましょう。次のページに現れてきたのは、これはですねダヴィンチさんがもともと出されているリフィルですね。私はウィークリー用のリフィルにこのダヴィンチさんのリフィルを使っています。でなので中身特にシンプルなんですが、書き方ちょっとこだわっています。はい、ですね、左側がいわゆる毎日の時間をこう書いていくんですけれども、ご覧のように極力シンプルに書くようにしてます。 SMT、PMT、ISIS 英語の頭文字を組み合わせた自分ならではの言葉、例えば SMT というのはスタッフミーティング、 PMT はピアレンスミーティング、 IS はインフォメーションセッションみたいに、本当にシンプルにして
パッと見た瞬間にあまりごちゃごちゃせず、何がどの時間帯に発生するのかを分かりやすくしています。発生する時間に線を引いて、終わる時間まで右で、矢印を書いていく。以前私が紹介したタスク管理とかメモ術にも使われているやり方になっています。左側はこのような管理方法で、右側は通常であればただのブランクページなんですが、書く内容は決めています。一番上には今週の目標、シンプルに今週自分がどんな風に頑張っていきたいのか、短いフレーズでいいので書くようにしています。はい。そして目標を決めた後、したロール、お父さんとして、私お父さんですよね、あとは YouTube 最近やっている K として、はい、あとは職場では事業責任者やってるのでマネージャーとして、あとは3つ取り除いて一個人としてですよね。人間ってそれぞれキャラクターがあるので、それぞれの役割で自分がどういうふうに今週過ごしていきたいのか、そういった言葉も合わせて書くようにしています。役割で考える方法の下にはタスク、いわゆる習慣の重要タスクを書いています。なので、ここに書いていることがデイリータスクに分解されていくイメージですね。例えばよく言うホームページの更新も、当然文章を考えるとか写真を撮り直すというタスクの細分化になってくるので、大きいカテゴリーとして、今週何をしないといけないのかを、ここに明記するようにしています。数が多い時も少ない時ももちろんあります。そして重要タスクの下にはラストウィーク、先週の振り返りということで、日記に近いですよね。先週振り返ってどうだったのかということを書くようにしています。これはですね、ぜひおすすめです。なかなか1週間単位で振り返ることって少ないので、視覚化することによって今週の課題が明確になったりします。みたいに左側のタイムスケジュールはいかにシンプルに書くか、そして右側のブランクページには1週間の目標とか役割ごとのミッションを書くようにしています。そして真ん中に挟んでいるのがですね、こちらがブックマークと言われている、リフィルの一種、物差し型のプラスチック製の、ブックマーカーになるんですが、これ私は物差しとしてではなくて、いわゆるインデックスとして使っていることが多いです。例えば1週間のページとか今日のデイリーのページに挟むことで、すぐにそのページにアクセスすることができるのでおすすめです。なのでここから先はまずはウィークリーのリフィルというものをある程度、ボリュームを持たせてストックしています。そしてこの黒いのは下敷き型のリフィルです。ただ私はこれ下敷きとして使ってないんですよね。ペンホルダーにペンを刺す用として使っています。このやり方も結構手帳を使っている方ではポピュラーなやり方ですね。刺しているペンは3つ使っています。1本目は前回紹介しました多機能ペン、オートさんの出されているブルームという多機能ペン、そして赤ペンはゼブラさんが出されているフィラーレ、ともにいいペンですね。そして蛍光ペンはですね、特に全然こだわりがなくて、ピンクとかオレンジで見やすいものを使っています。このペンだいたい3種類をバスバスっとこのホルダーの中に挿して使っています。はい。続きましてここからですね、デイリーリフィルのコーナーになってきます。デイリーリフィルは私オリジナルのものを作っています。無地の何も書いていないリフィルにコピー機で印刷してるんですけれども、もうどこかで見たことがあるテンプレートかと思います。私のノートパッドを使った仕事管理術にも出てくる、いわゆる書き方のテンプレートですねを使用しています。上段には、通常通りデイトなので日付書いて、あとは曜日にチェックをする。でこちらのタスクは、習慣からデイリーに落とし込んだ今日やらなければいけないタスクと、ワンセット25分で工数で何分で終わらせれるかというのを管理しています。はい。そして下段は Ask って書いてるので、これは頼まれ事ですね。上は自分で決めたこと、下段に関しては頼まれたことをタスクで書くようにしています。で When と Who、があるので、
例えば T やったら Today 今日やるべきこと、それ以外期日がある場合はその日程を書いて管理するようにしています。なので上段と下段ではちょっとあの同じタスクでもあのちょっと意味合いを変えて視覚化するようにしています。付箋で優先順位分けってする時もあるんですが、慣れてくるともう頭の中でどれが先にっていうのが理解できるようになりますので、私はこういった使い方しています。左側はもう先ほどの、ウィークリーと同じですね。モーニングアセンブリーなので朝礼とか、LT はランチタイム、GMT はグループミーティング、 GH はゴーホーム、帰るって意味ですねみたいに、これも同じく英語の頭文字組み合わせてもう本当にもうシンプルにどの時間帯に何が発生しているのかそれを分かるように書いています。あとはこの予定としてもともと組み込まれていない時間帯にはですね、蛍光マーカーで、あえてこうカッコをつけて、はいこの時間空いてるよ、クリエイティブに何かアイディアを考える時間に使おうね、そんな少し自分自身に対してのメッセージを込めたようにしていますね。なのであえてオレンジとかピンクとかの蛍光マーカーで分かりやすくしています。そして右側、上段にはアファメーションなので、一日自分がどういう風に過ごしていくのかという一日レベルの目標を書くようにしています。ここは本当に短くてシンプルな言葉を書くようにしています。そしてこの下段も前回のノートパッド活用術で書いておりました十字線をもともと印刷しているページです。元はというとこのような、十字線が印刷されています。 6W2H 法を使ったりとか、あとは重要度マトリクスなどなど、まあ、ロジックツリーに展開する時もあるんですけれども、そのことを使ってます。下段はメモです。私のメモはね本当にこんなイメージです。動画とか意識しなければこんなレベルです。もっと汚いかも。結構単語と単語をつなぎ合わせてこうメモになっていることが多いですね。はい。そして最後下段はですね、ルックバックなので1日振り返ってどうだったのかを書くようにしています。例えば予定通りにタスクは完了、ただアイディアあんまり出ない日もあったりしますよね。1日の最後に100点満点中自分が何点だったのか自己評価をするようにしています。テンプレートはこんな感じなんですけれども、ただ仕事の内容とかその時に合わせてオリジナルのリフィルのデザインは結構バージョンを変えていくことが多いです。最近はこの方ですね。デイリーのリフィルとウィークリーのリフィルのストックが必要なので結構大量に挟んでいます。手帳の大半はですね、このリフィルのストックが占めてることが多いですね。デイリーリフィルの次はもう普通の日記です。特に書き方とかはないですね。中も見せれるレベルではないんですが、仕事であった楽しかったこと、しんどかったこと、イライラしたこと、何でもかんでもこのブランクページに書くようにしています。日記の次のページは Want to リスト、自分がやりたいことを明文化しています。はい。で、見せれる範囲があるのでちょっと見せるとこんな感じですよね。でここにね YouTube 1万人ってあるんですが、これはこのチャンネルではなかったんです。自分が何か新しいメディアに挑戦して1万人ぐらいの規模感のメディアを作りたいと思っていたんですね。でやりたいことを書くと目にするので意識するんですよ、その言葉を。なので書いただけでは夢は叶わないんですよね。書くだけでは絶対叶わないんですが、書くことによって意識を上げていく、モチベーションを上げていくという効果があるので、やりたいことというのはですよ、まあ自分憲法もそうですが、絶対に視覚化した方が成長にはつながっていきます。Want to リストの後にあるのはブランクのリフィルを挟んでいます。使い方はツバメノートとほとんど同じです。手帳にノート挟んでるんですが、デスクの上に忘れてしまうことって結構あるんです。なのでまあそういった時用に保険ではないですが、ブランクのリフィルは挟んでおくと何かと便利です。はい。なので大量にはないですが、複数枚、こういったアイディアとかメモ書きが何でもできるような空のリフィルっていうのは挟むようにしています。
ブランクページの後ろにあるのはこちらですね、まあ、ブックログって言われてることもあるのかな、いわゆる読書感想文書いてます。自分がまあ読んだ日付とか読んだ本とかですね、その内容を書くようにしています。最近私はね、別のちょっとノートに読書感想文書くようにしてるんですね。原稿用紙に書くんですけども、なので手帳でされる方はこれでもいいと思います。使っているのはダヴィンチさんが出されているリフィルで、チェックリストかな、チェックリストリフィルというのがちょうど使い勝手がいいです。ボックス自体がそこまで大きくないので、長くそこまでなることなく短めに書くことができます。そしてその後にあるのがジッパーのポケットリフィルです。中にはパンチ穴の補強シートとか、あとは通帳、あとはマイナンバーとか、そういったものを挟んでいることが多いです。そしてこのポケットリフィルの後ろはですね、ちょっともうお恥ずかしいので隠してます。フューチャーってことで、自分が将来こう住みたいような形の家とか、欲しい車とか、行きたい場所とか、作りたい会社のイメージ像、そういったものをイメージ画像にしてポケットファイルに入れています。私これでもう15歳ぐらいから実はやってました。めちゃくちゃ楽しくていいですよ。そして最後に登場するリフィルがですね、こちらブランドノックスカンパニーさんが出されているプロッターのプロジェクトマネージャー6色アソートというリフィルです。これがねめちゃくちゃ使いやすいんですよ。今までエクセルのガントチャート使ってたんですが、最近はこれに変えています。ちょっとね中見せれるやついきましょう。これ私のお父さんの秘密基地の YouTube のガントチャートというか、まあ戦略シート的なものを作るんですね、ちらっと。でお見せできる範囲に行くとこんな感じです。私は上に4月を5週っていうか1ヶ月をねウィーク5まで区切って、展開することが多いんですね。そして今自分が取り組んでいることとか、これからしたいこと、例えばプレゼント企画とか、チャンネルの構成変えようとか、そういったことをいつまでにしようかなっていう中期的な計画を立てるときに、このリフィルが抜群の能力を発揮します。で、中長期計画っていうのはまた別でやり方があるんですが、ここに関しては結構ざっくり立てていきます。このこと来月までにしたいなとかで書きながら、もうちょっと細分化したかったら下に線引っ張って細分化することもあったりしますので、おおよそ3ヶ月間の YouTube の計画というのはこういったもので管理するようにしています。というわけで今回は私が愛用しているロロマクラシックの中身についてでした。私がなんでこの手帳を使っているのかとか、そのウィークリーとかデイリーをどう管理しているのかっていうのは、また手帳術という、まあ、切り口で一個一個詳しくお話をしていきたいと思います。私の手帳はですね、時間を管理するだけではなくて、自分の体調であったりとか気持ちとか夢を管理するものとして使っています。私は自分の辞典という言い方をよくするんですが、なので結果ね、広辞苑ってでかいじゃないですか。言葉がたくさんこう収録されてるので同じですよね。自分のこのいろんな部分をやはりこう管理しているので、どうしてもこの手帳って重たくなります。ただそれでいいんですよね。デジタルでは管理できない範囲までを一冊で管理することによって、自分自身と真摯に向き合うことによって毎日の仕事を楽しくこうさせてもらっているというところですね。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。